はい、こんにちは。今回はですね、仕事帰りに寸胴屋にやってきました。もうみんな大好きよね、寸胴屋は。はい、まずラーメンと、まああとサイドメニュー何選ぶかなんですけど、僕はラーメンと、まあ、大盛りにしてね、背脂こってりにしました。はい、これ高菜ですよ。これめっちゃ美味しいんですよね。はい、キンキンにグラスごとキンキンに冷えたビール、ケビ。仕事終わりにうまいですよ、これ。あ、もう染みてます。ビールが染みております。あ、うまいな。で、まずね、メインのラーメン来る前にこの高菜で一杯やっちゃおうじゃないかということで、高菜をパクッと食べて、はい、いただきます。忘れてましたね、これ。いただきます。はい、うまいんよ、これ。めっちゃうまいね、この高菜。うまい言うてますわ。このね、高菜だけでビール何杯でもいけちゃう。何杯でも飲める、これ。かあ、たまらんね。もう高菜をずっと食べてたい、ここの高菜を。あの瓶1個じゃ足りんぐらいうまいね。あのラーメン来る前なんですけどね、もうビール半分なくなって思ってますよね。何にも届いてないんだけど。はい、餃子。これあのタレにね、あの前に置いてくれてるおろしニンニクも一緒に入れてます、ラー油と。まあこれがね、まあ出来たてなんちょっと僕猫舌なので一口ではいけなかったですけども、熱い熱いけど、これうまいんや、これ。熱い熱いですよ、これ。あー、すごい、あのあれですね、上からの照明がすごい輝いてますね。あ、チャーハンも届きましたね。煙上がってますけども、まあ、餃子うまいな。餃子は外れなしですね。まあいいよ。そして、これでね、ラーメンとチャーハン、ラーメンまだか、ラーメンこれから届きます。ビール飲んないやラーメン届きました。ラーメン届いた頃にはもうビールがもうほぼないということでね、まあ、早急に次のやつを頼みました。すごい煙。はい、来ました、2杯目ビール、キンキンのビール。まずはそのままですね、何も入れずにそのまま、まあ、ずんどん屋の味をいただくと。もうこってりしてるっすよ、これ。あのうんまみたいな、うんまみたいになってましたね。たまんないですね。でも残りのビールをもうグイッといってしまうと。幸せやな、ラーメンとビールはもう最高です。ニンニクすごい量入れます、今から。あ、もうニンニクはすごい量入れます。高菜はいっぱい入れて、あー、もう最高、もうこれが最高。もう仕事の疲れ吹っ飛びます。やっぱね、ラーメンはね、ニンニクガツンとある方がね、僕は好きですね。やっぱ中途半端にするよりかはね、もうガツンとニンニクの方が、もう次の日、もうどうせ今マスクつけて仕事できるんで、もうニンニク山盛り入れます。うまい。これね、もう口から湯気が出るほど口の中熱々の状態をこのキンキンビールでね流すと。はい、チャーシュー、チャーシューごといきました。うまい。またチャーシューもトロトロなんですよね。ここでチャーハンいきました。チャーハンがね、うまいんですよ。もう全部うまいわ、なんか知らんけど寸胴屋のやつ全部おいしいわ。チャーハンをね、口に入ってる状態でこのスープとも絡めていくという、幸せの組み合わせ。それをビールで流すんですよね。もう最高よ。もう何本ビールあっても足りひん、こんな。一応ね、あの計算して飲んでるつもりではいるんですけどね、一瞬でなくなるビール。美味しいな。あ、もう見てるだけで美味しくなる。ほら、美味しくなるはちょっと意味わからんけど、見てるだけでチャーシュー。これね、自分でこう食べてるとこ編集ねしてるんですけど、もう一回食べたくなるんですよね、夜中に。夜中にもう一回食べたくなるんですよね。こんな感じで食べ進めておりますが、ビールがあと少ししかありません。本当はね、今のもぐっと全部飲んでしまいたいんですけど、もう温存して温存してのやつなんですけどね。でももうこらえきれずに飲んでしまったと。で、次何頼もうかいね、いうことでね、
あ、もう麺もなくなったんで、もう替え玉です。替え玉追加いたしました。で、これメガハイボール、もうでかい安心感がすごい、すぐになくなれへんぞっていう、この安心感がすごく嬉しいですね。うまい。おそらくね、この瓶にも書いてあるんでホワイトホースだと思うんですよね。はい、これ復活。次は替え玉の時は紅生姜追加しました。高菜、おろしにんにく、紅生姜もたっぷり入れて、もうこれで2杯目と思えない速度で食べ進めています。グッということでね、隙間からグッと出してきて、はい、これをキンキンのハイボールで、あ、もううまいわ。ハイボールってなんでこんな美味しいんですかね。はい、もうチャーハンもかき込んでいく。もう空腹やったんでね、もう囚人のごとく食べてますね。この脂身をたっぷりにしてるんですけど、あ、これ今チャーハンをスープにつけてますチャーハンをスープにつけて食べてます。もうそらうまいって、そらうまいって、うまいんよこれが。はい、ハイボールきたね。うまいよこれ、うまいよ。もうダイソンみたいになってますもんね。ものすごい吸い込んでいく。ラーメン食べたくなってきたわ。見て、こんなグビグビ飲んでるのにまだハイボール全然半分ぐらい。あ、ごめんね、もうもう下品と思われてもいいです。まあ、こうやって食べたい俺は。チャーハンを全部スープに入れました。まあ、いつものことです。まあ、うまいんでね。ずんだやのスープにチャーハンを入れて、これを食べていく。もうこれが締めですね。もう止まりません。もうこうなってくると止まらん。もうガブガブいってます。で、ハイボール。もうこれはね、疲れ取れますね。もうスタミナマックスですよ。ニンニクもいっぱい入ってるし。で、スープをこってりにして、それを高菜がうまい具合にしてくれるっていうね。もう一気に食べ進めております。ラストスパート。ハイボールも残り少なくなってきました。さあ、一気にかき込んでいく。一気に全てをかき込んで食べちゃいました。それを最後、全てをハイボールで流していく。うまいね。はい、ごちそうさまでした。幸せやね。もう僕は美味しいラーメンならスープまで行く派です。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。アシビナのロゴが入った T シャツとかトレーナーがユニクロとコラボしております。概要欄のリンクから飛べますので、可愛いなと思っていただきましたら買ってください。お願いします。